ラファエウ・ペレーラ・ダ・シュー・バは、ブラジル・リオデ・デジャネイロ州出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。フルミネンセ FC のユースチームでプレーしていたが、2005年の夏に香港で開催されたマンチェスター・ユナイテッド・プレミアカップで、マンチェスター・ユナイテッド FC のスカウトの目に留まり、2008年1月、同じくフルミネンセに所属していた兄のファビオと共に、 マンチェスターユナイテッドへ移籍した。2008年8月4日に行われたピーターバラユナイテッドとのプレシーズンマッチでマンチェスターユナイテッドの選手としてデビュー。プレシーズンで活躍を見せ、2008から09シーズンのトップチームのメンバーに登録され、開幕戦のニューカッスルユナイテッドとの試合で途中出場し、プレミアリーグデビューを果たした。 2008年11月8日のアーセナル戦で公式戦初ゴールを決めた。2012から13シーズンから2011年に引退したガリーナビルの背番号2を受け継いだ。2015年8月3日、フランスのオリンピックリヨンへ移籍することを発表した。2019年までの4年契約を結んだ。2020年9月8日、イスタンブールバシャクシェヒル FK と2年契約を結んだ。 世代別代表を経験しており、2007年には U-17、ブラジル代表として U-17 ワールドカップを経験した。ありがとうございます。